しゃい。まだチョココロネあるよ。あ、ううん、今日はチョココロネを買いに来たんじゃないの。え、じゃあ他のパンを。この間のバースデーライブのお礼を言いに来たの。パンの差し入れをしてくれたり、いろいろ助けてもらってありがとう。お礼？いやいや、そんな改まって言われると照れるな。ううん、本当に嬉しかったから。チョココロネも美味しかったし、それと…ヤッホーさや。あれ？リミリも。かすみちゃん。かすみ、いいタイミング。ちょうど今、この間のバースデーライブの話をしようとしてたところ。そっかそっか。改めてリミリン、この間はお疲れ様。あ、ありがとう。あのね、差し入れにもらったパン、すっごく嬉しかったよ。もう、リミリンは本当にチョココロネ好きなんだから。チョココロネもだけど、頑張れって形をしたパンもくれたでしょ。あれ、本当に嬉しかった。私なんだ。そうだったんだ。ねえねえリミリン、誰がどの文字を作ったかわかる？かすみ、またそんな無茶ぶりを。がーがかすみちゃんかな。うーがおたえちゃん、ばーがありさちゃんで、れーがさやちゃんかな。おお、リミリンすごい。全部正解だよ。すごいすごい。どうしてわかったの？どうしてなら、なんとなくかな。がだけ他のより大きくて、ちょっとガツガツしてて、そのかすみちゃんらしかったっていうか。あ、ごめん、別にダメってことじゃないの。感じの山みたいな形してて、すごく自由な感じがして。バーは他のものよりも一回り小さくて、控えめだけどめっちゃ綺麗な形してて、手先が器用な人が作ったんだろうなーなんて思って。レイはバランスもサイズも一番綺麗だったから、きっと作り慣れてる人なのかなーって思って。確かにそれぞれ個性は出てたかも。やっぱり分かるもんなんだね。うん、きっと長い間みんなと過ごしていたからこそ分かったのかも。だからね、あのパンを見た時、みんなが一緒にいてくれてるような気がして、すごく心強かったの。ちょっと大げさかな。うんうん、そんなことないよ。少しでもリミリンの支えになれていたなら嬉しいもん。そうだよ、頑張ってパン作ってよかった。パンの差し入れの話お姉ちゃんにもしたの。そしたら、リミはいい友達をたくさん持ったねって言ってくれたんだ。リミリン、私たちだってリミリンが自慢の友達だよ。うんうん、友達よりもっと大事な仲間。かすみちゃん、ありがとう。もしみんなが大変な時は、今度は私が支えるからね。リミリン、それ本当？え、うん、そうしたいって思う。かすみ、なんか変なこと考えてるでしょ。え、いや、あはは、そんなわけないじゃん。本当に宿題手伝ってとか思ってるんじゃないの？ギク。うん、宿題頑張ろう。リミリンは優しいな。リミリン、あんまりかすみを甘やかしちゃダメだよ。かすみちゃん、差し入れにはチョココロネを持っていくから頑張ってね。え、それって一緒に宿題やってくれるんじゃないってこと？リミリンだって一人で作詞頑張ったんだから。こういうのは
自分一人の力でやるのが大事なんだって。かすみちゃん、そういうことだよ。そんな、私のお姉ちゃんの誕生日だったんです。でもあれもこれも気になっちゃって全然決められなくて。誕生日の当日はグリグリのバースデーライブがあったんです。そこでお祝いしたことはしたんですけど、バースデーライブすごい熱気だったんですよ。お姉ちゃんのためにお姉ちゃんのバンド仲間とか友達がめっちゃ集まってライブしてお祝いをして、ピパも参加してきました。レベルの高いバンドの人たちと共演ってそれだけでもドキドキしたんですけど、どうせ出演するならお祝いに1曲プレゼントできたらなって思って、みんなに相談して1曲作ったんです。珍しく私が作詞も作曲も。お姉ちゃんにもバレないように気をつけないといけなくって、スタジオにこもって。お姉ちゃんのための曲なので、どうしても私が歌詞を書きたくて、わがままを聞いてもらって、歌詞を考えるのはすっごく大変でしたけど、私がお姉ちゃんに伝えたいことは全て歌詞に込められたと思うんです。いろいろ大変でしたけど、バースデーライブの当日にはどうにか間に合いました。みんな時間がない中で曲を覚えてくれて、いくらありがとうって言っても足りません。バースデーライブでも全力で演奏することができて、みんなが満足できる結果が出せたんです。そしてバースデーライブの演奏が終わった後、お姉ちゃんに最高の誕生日プレゼントって言ってもらえたんです。それだけじゃなく、頑張ったねって言ってもらえてすっごく嬉しくって、お姉ちゃんは私の憧れですから、嬉しくってついつい泣いちゃいました。お姉ちゃんが私たちの曲で笑顔になってくれて、それからお客さんも笑顔になってくれて嬉しかったな。もちろんポピパのみんなにも感謝してます。私のわがままを聞いてくれたり、大好きなチョココロネや頑張れパンを作って応援してくれたりして、本番ではみんなで笑顔で演奏することができて、私幸せ者だなって。だから今度はみんなを支えられるくらいに私にもできることを探していきたいって思ったんです。私なら見つけることができる？ありがとうございます。そう言ってもらえると自信が湧いてきます。本当にありがとうございます。お姉ちゃんに喜んでもらえたこともそうですけど、私本当にバースデーライブに参加してよかったなって思います。あの時の経験を通して気づけたことがあったんです。最初はお姉ちゃんが喜んでくれればいいと思って曲を作ってたんですけど、でもそれだけじゃダメなんだって。誰かのために演奏することも大事だけど、それと同じくらいにみんなのために演奏するのも重要なんだって。ちょっと喋りすぎちゃいましたね。これからも私ポピパのみんな